ラパス。ヌエストラセニョーラデでラパス。通称ラパスは、ボリビア多民族国の首都。憲法上の首都は、スクレであるが、ラパスは、行政、立法府のある事実上の首都である。これは、1825年の独立以来首都であった、スクレを基盤にしていた政権を、1899年の、によって、ラパスを拠点としたが打倒し、 議会と政府をスクレからラッパスに移したからである。なお、現在も最高裁判所はスクレに存在する。かつてのインカ帝国支配地はスペイン国王カルロス1世、神聖ローマ皇帝としてはカール5世によってペドロデラガスカに委任された。ガスカはアロンソデメンドーサにペルーの征服集結を記念した新しい都市を建設するように命令を出した。 1548年10月20日に、アロンソデメンドーサにより、アルトペルー南部の鉱山と太平洋岸のペルー復興領の首都リマトの中継地点として、ラパス市が建設された。建設当時の名称は、ヌエストラセニョーラで、ラパス市、我らが平和の母の町の意であり、現在のラパス市の西隣にある高地のラハという場所が、中心であった。しかし、ラハは、 谷の上にあり風の影響を強く受け、また、ラパス近郊には金があったこともあって、風の影響の弱い現在の谷底に中心が移された。1549年、ホアングティエレスパニアグアは、公共区域、公共広場、環長街、大聖堂の場所を選定する、都市計画を設計するように命じられた。現在は、リーリョ広場として知られている、スペイン広場が、 メトロポリタン制度や政府系の建物を建てる場所に選定された。1549年に建設が開始されたサンフランシスコ教会は1610年に積雪によって倒壊したが、1744年より再建が始められ、1784年にアンデス・バロック様式の教会堂として落成した。植民地時代を通じてスペインはラパスを確固として支配し、 スペイン国王がすべての政治的事項に関し最終的な決定権を有した。1781年にトゥパクカタリの指導の下、計6ヶ月の間アイマラジンがラパスを包囲し、教会や政府の所有物を破壊した。30年後インディオがラパスを2ヶ月包囲した。この時、この場所でエケコの伝説が生まれた。1809年に スペイン支配からの独立を求め、が始まった、ボリビア独立戦争の中心地の一つ。1809年7月16日、ペドロ・ドミンゴ・ムリーリョは、ボリビア革命は、誰も消すことのできない、独立の火を灯すことである、ベリビアン・レボリューション・ワズ・イグナイチン、A ランプ・ザット・ノーバディ・ウッド・ビー・エーブル・ツ・ーターン・オフ、と述べた。これは、南アメリカ諸国のスペイン支配からの解放が、 始まったことを意味した。ペドロ・ドミンゴ・ムリー・リョは、そのバンスペイン広場で、公主系となったが、彼の名前は、広場の名前として永遠に残り、南米において、革命の声として、記憶されるだろう。1825年12月9日の、イスパのアメリカ独立戦争におけるでのスペイン軍に、対する、アントニオ・ホセデスクレ将軍率いる、大コロンビア共和国軍の決定的勝利の後、 町の名前は、ラパスでアヤクーチョに変更された。スクレはこの戦いの後、ベネズエラ人でありながらも、新たに独立したボリビア共和国の実質的な、初代大統領になった。1898年、ラパス氏は事実上の首都となったが、スクレ氏は名目上の歴史的な首都、及び憲法上の首都として残った。これは19世紀末から20世紀初頭にかけて、 ほとんど枯渇していたポトシ銀山とクレシを背景とする保守党勢力からオルロ近郊のスズとラパスを基盤とする自由党勢力に政治、経済がシフトしたことを反映するものであり、それまでの保守支配層に代わって新たに自由党系のロスカと呼ばれる加藤支配層が1929年の世界恐慌で打撃を受けるまでエリートとして君臨した。 1950年の国勢調査では、ラパス市の人口は29万731人であった。中心街の標高は3600メートル強で、すり鉢状の地形を持つ。その高さから雲の上の町と呼ばれる。大雑把に言うと、すり鉢の底の部分に高所得者が、円の部分に低所得者が住んでいる。現在に至るまで人口は増え続けており、 すり鉢の内側はほぼ飽和したために、隣のエルアルト、エルアルトに市街地が拡大している。そのため、市街地の上と下で700メートルほどの標高差があると言われる。山岳地域からの雪解け水や地下に、溝があるため、水に不自由することはほとんどないが、インフラ整備が遅れているため、断水することがしばしばある。 近年急速に人口が増加してきている地域では、上下水道などのインフラ整備が追いつかず、衛生的な水は不足することがある。下水道が貧弱なため、ちょっとした大雨でも道路が冠水しやすい。そのため、2002年2月には、50人以上の犠牲者を出す水害も発生している。標高が高く、気候は高山気候に属する。大統領宮殿。 各国の大使館、銀行などが集中し、いわゆる首都機能は最高裁判所を除きほぼ全てが、この市に集まっている。大統領府と大聖堂が面している、無理量広場が、市の中心であるが、近年は、谷の一番手にあたる、プラド通りが中心になってきており、その周囲には、近代的な高層ビルが立ち並んでいる。市の中心部のやや北側にあるセフランシスコ教会と、 そこから坂を登ってゆくサガルナガ通りが観光の中心になっており、アルパカや羊の毛で作ったセーター、タペストリーのような民芸品、銀製品、ケイナやチャランゴなどの民族楽器などを売る店が多く集まっている。サガルナガ通りの近くには魔女の市場と呼ばれる通りがあり、キリスト教が浸透する以前からアイマラ族などで行われていた儀式に用いられる道具。 などが売られている。ここでは、各種ハーブやセラミックの人形、ギャマの大事のミイラなどが売られている。ギャマの大事のミイラは、家を新築する際に、地面の元に埋めて、家内安全を祈願するのに用いられる。黄金博物館などの四つの博物館がある。ハエン通りは、スペイン統治時代の雰囲気を残す古い街並みで、情緒がある。この通りには、マルカタンボというペーニャ。 コルクローレの生演奏を聴くことができるレストランがある。市内北東部のミラフローレス地区にはエルナンド・シレス競技場がある。この競技場は2007年に国際サッカー連盟がその標高を理由に公認競技場から外したことで話題となった。現在は再び FIFA ワールドカップ予選会場として認められている。カーニバル、カルナバル、カルナバルの時2月頃と グラン・ポデール祭り、エル・グラン・ポデール、または、ラ・エントラーダ・ニー・バーセタリアの時、8月頃には、中心のプラド通りとそれに続く、マリスカル・サンタクルス通りとモンテス通りで、パレードが行われる。吹奏楽団の演奏に合わせて、民族衣装をまとった十数人から百数十人のグループが踊り歩く。踊りの内容は、オルロのカーニバルとほぼ同じであるのでそちらも参照されたい。 毎年1月24日に嵐田の祭りが開かれる。詳細は、エケコの記事を参照。空気が希薄であることと、ほとんどの家がアドベと呼ばれる日干しレンガで作られていることから、火事は滅多に発生しない。このため、ラパス市には消防署が存在しないということがしばしば言われるが、実際には消防署も消防車も存在する。空気が希薄なために、吸っていない。 タバコの火が消える、ビールやコーラが激しく泡立つ、袋菓子、シャンプーなどが膨れ上がったり破裂する、輸入品の粉クリームの蓋を初めて開けるときに、粉が吹き出るなど、高知特有の様々な現象が起きる。酸素が不足するため、旅行者は高山病にかかりやすく、ひどい場合、おうとする。急な坂だらけの街であるので、長く住んでいる人でも息が切れて、 苦痛を感じることが多い。空港には酸素マスクが常備されている。高山病にかかった時には、コカチャを飲むと症状が緩和される。ラパスの空港である、エルアルト国際空港は、正確に言うと隣接市である、エルアルト市、標高4071メートルに位置し、世界で最も高い都市と言われるの高原大地にあり、標高差は約500メートルもある。 峡国盆地のラパス市内からは、すり鉢状の地形を、螺旋状に登ってゆく、高速道路を使って30分ほどで行くことができる。サンタクルス・デラ・シエラやコチャバンバなどの国内主要都市や、リマ、ボゴタ、サンパウロ、リオデジャネイロ、アスンシオンなどの近隣国の主要都市、またアメリカ合衆国のマイアミと結ぶ、航空便が開設されている。2014年には、 道路渋滞の緩和を目的として、ラパス中心部と近郊のエルワルトなどとを結ぶ、ロープウェイ、ミテレフェリコが開業した。5. おさむき。